カール15世は、ベルナドって王朝第3代のスウェーデン国王及び、ノルウェー国王。ノルウェー国王としての名は、カール4世。父は、オスカル1世、母はジョゼフィーヌ。スウェーデン王オスカル1世と、王妃ユセフィナ・アブレウクテンベイリの長男として、1826年5月3日に、生まれた。1857年9月25日に摂政に、就任。 1859年7月8日に、父が死去すると国王に即位した。1860年5月3日に、スウェーデンのストックホルムで、同年8月5日に、ノルウェーのトロンハイムで退官した。カール15世の知位世には、教会法と刑法の改正、リクスダーゲン改革が行われ、国民からの人気があったという。 カール15世はハンスカンディナビア主義を支持し、デンマーク王フレデリク7世とも親しかったため、デンマークとプロイセン、オーストリアの戦争直前において、デンマークへの援助を約束したが、結局スウェーデン軍の準備不足などの理由により、中立に止まることを余儀なくされた。不屈戦争ではフランスに同情的だったが、国を挙げての援助は差し控えた。 1872年9月18日に、マルメで死去した。カールと前年に死去した王妃、ロビーサとの愛の子は、すでに養成した王子と、デンマーク王大使フレゼリクに嫁いだ。ロビーサ王女しかなく、王位は、カールの弟オスカル2世が継いだ。遺言上で、自身の収集した美術品の大半を国に譲った。また、試作も、いくらか残したという。 王太子時代の1850年6月19日に、オランダ王ウィレム2世の弟フレデリック王子の長女、ルイーゼと結婚した。二人は一男一女を設けた。ありがとうございます。